おはようございます。12月26日火曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。そんなに多くないっていう感じはしますが、まあまだ出荷途中なんでどこまで出てくるかっていう感じなんですが、昨日少しねやっぱ風があったみたいでね、漁師さん全体的にも半分ぐらいしか出てないのかな。はい、こんな感じです。まあぼちぼちありますんでね。はい、じゃあ見ていきましょう。本来ならここカニのコーナーになるんですが、もうほとんど出荷予定がないですかね。一つだけポツンと箱が置いてありますけど、当たりもちょっと出れてない分少ないですね。はい、今日もねヤズは何箇所かね上がってきてますね。あ、いいね、めちゃくちゃ鳴りがいいですよね。はい、活魚コーナーですが、そうですね、一応ある程度は出荷予定になってますね。まあほとんどまだ出荷前なんですが、名簿とこっちか。ぼちぼちありそうですね。はい、こちらには、ああ天台、まあまあの、まあ、天台もない。昨日もそんなに多くはなかったんですけどね。天台も何枚かは出てきそうですね。これもでかいね。おお、大きい。はい、まだ電気ついてないんでね、よく見えませんけど、あるのはありそうですね。はい、今日もヒラメは少しありそう。暗いね、気を見えんね。はい、今日も元気にタケノコのおちゃんは来ております。おはようちゃん。ブリ入った？ブリ入った？入った。もうおるけど、昨日はやったったで。あ、昨日ね、多いかったもん。あんだけ並んだらそら。なかなか全体が多いかった。はい。こちらに何やら小物と良さそうなヒラメがありますね。これは結構でかいね。はい、まあ、とりあえずもう少しね出てきそうなんで、またね後ほど見に行きましょう。はい、競り場ですがこんな感じですね。半分ぐらいかなって感じですけど、はい、まあ、もうちょっとね出てきそうな感じがします。どうでしょうか。はい、今日もある程度賃料がありますけどね。おはようございます。はい、白身ルガイはそうでもないのかな今日は。ちょっと注文があるんでね、これもまた今日一つ買いたいんですけど、なかなかね値が下がりそうで下がらないですもんね。でもやっぱあれですね、そんなにやっぱ量的には多くないかな。半分も出れてないんじゃないかな。
はい、おはようございます。昨日は買ってもらいました、ね、ああ、サワラもええねんしとったろ、ね、まだやれることない、そうやろ、うん、まだ、あ、はい、送りのにですが、あ、まあまあ今日もね下関にが入ってるみたいですね。はい、下関便です。うわー、大きなハトポッポイラですね。でかいね。かわいい。はい、大きな赤ヤガラが、あら太いよ、すごいね、うわー立派な。赤ヤガラちゃんでかっ。こちら面白いですね。これは金時、金時だけど、金時もね、いろいろあるんですよね。夕立金時とかね、近め金時とか、うん。これは何でしょうかね。ちょっと長細い形。これは黒むつですね。黒むっちゃん。メバル。はい、面白いです。はい、明太もありますが、そろそろね、こういった系統もそんなに需要がなくなるかなって感じですけど、どうでしょう。はい、タラですね。こちら海東流す油すのこ、すごいね。おお、めっちゃサシが入ってますね。おー、すごいんじゃない。いいね。これ今日刺身してみましょうか。めちゃくちゃ油ある、あるのこれ。貴重な部位。はい、じゃあもらいましょう。やっぱ増えてきたけど半分ぐらいまでかなっていう感じですね。はい、アサゴとメバル、小さめの渡りが少しありますね。釣りのサワラですかね、これは。おー、いいね。スープもエビ、こちらすごいね、大量にチヌが、あー、ええとこ網入れたんですね、これ。鈴木ちゃん、シャコもね、ちらほら見るようになったけど、やっぱりね、小さいですよね、もうサイズが。はい、こちらにはエビがずらっと、これはね、赤エビっていう呼ばれるやつですね。小さい、これ殻米ね、唐揚げとかできます。これが太エビですね。エビはちょっとね、殻むかないと、まあ頭ぐらい落とせばね、唐揚げでいけるでしょうけどね。はい、ポテ、かわいいね。まあでもね、ちょこちょこここでも見るようになりました。はい、今日も生海苔が、これは地物なのかな、これ下関って書いてないから地物でしょうね。これ見た目よりね、量が入ってますんでね、ギュッとね、絞った時、洗ってね、絞った時、ブワーッと増えますもんね。すごいです。はい、まあ、マコもね、今日も結構出荷がありますね。だいぶ取れてるんでしょうね。これは入りげえね。これサービスしすぎやない。
サービスじゃないよ。余裕だったろ、そうだって。1.5 倍入っちゃうもんね、おいちゃんの。はい、内海のアワビですね。いいね。はい、こちらにもサワラが少し。ああ、良さそうね。キンキン。これはでかい。結構ね、サワラも全体的に大きいですよね。これ、うわー、これ6キロ以上ありますね。6キロ7キロぐらいありそう。でっかすごいな。カニですけど少し増えてきましたね。あー、でもそんなに数は多くないかな。いやいや、中ぐらいから小さめ、あんまり大きいとこっていうのはないですね。はい、少なめです。はい、一番手前戻ってきましたが、そうですね、小物も今日はねそこまで多くないって感じですね。どちらかというと、長瀬か持ち漁、あとは潜りですかね。生子とか結構今日は全体的にちょっと絞られてきてるのかな。はい、結構いいアホはまあまあの大きさ、1キロぐらい。ああ、アホがいるって。電気つきましたね。来ました。わあ、小前隊がいっぱい金魚すくみたいになってますすごいね。はい、大きな紋付きがいますね。ホシガレ大きい、まんまるじゃないこれ。でもね、やっぱマコが大きいんですよね。昨日の買った石ガレも多分そうですけどね、まだ泳いでますけど。おお、結構でかいですよこれ。いい感じ。はい、こちらにはさっきも見たけどでっかい、はい、うわーでかい大きい、7、8枚ぐらいいるんですかね、この中に。まあぼちぼちタイがありそうですね。はい、こちらはでっかいヒラメですね。あー、でかいね。いいじゃない。4キロからこれ5キロぐらいありそうかな。どうでしょう、結構でかいですよ。高いでしょうね。まあでもね、タイもそうなんですけど、ヒラメもね割とでかい方が目方も読みにくくてね、意外とお買い得ってとこもあるんですけどね。どうでしょうかはい、こちらにはウマヅラちゃんかな。ウマヅラとヒラメが入ってるんだ。はい、ウマヅラもお腹パンパンです。美味しそう。これはオスですね。はい、ヒラメに、これもいいタイですね。タイじゃない、ヒラメですね。3キロで、あ、これもう見るからに量を超えてます。いい感じ。おー、大事なもんが本当にねはい、あとスズキが一つ。はい、まあ温帯ですけど、まあ悪くないですね。いい感じ。はい、どれかね、帰れば狙ってみたいと思います。アブさん、これやられたいね。何、ひらめ、ひらめこれ。うん、競り始まります。は
はい、今日もね少し写真も狙って あとできたらねカニも狙ってみたいんですけど、すごいでしょうね。どうでしょう。はい、頑張ってみます。はい、最後アロカ1枚、アロカ1枚、1枚道、階段下4線アロカ4線、4線道、階段下3級道、階段下エカアロカ4線、四筋が1本アロカ1本2線、アロカ2線道、階段下1本決定アロカマルシの陣で7番アロカ1枚、1枚、アロカタイガ1枚結構ええねしようかね。アロカタイちゃんと回覧会1枚3500、アロカ3535の回覧会33の回覧会100円の回覧会3000、アロカ310番決定3000、アロカ3000円が310番の青山、うん、はい1個でよ。はい1枚アロカ1枚1枚の回覧会3000の回覧会29の回覧会、アロカ回覧会1200円の回覧会100円の回覧会1000円、アロカ800円が310番の青山800、アロカ今度どうしようか、名簿行こうか310番、アロカ310番の青山が1、アロカ100の7番、アロカ1、はい、まず行こう1枚アロカ1枚1枚の回覧会1枚の回覧会1万5000、アロカ5000の回覧会エカロカ2万、アロカ2万の回覧会2万5000、アロカ5000の回覧会エカロカエカアロカ2枚の回覧会エカロカ、イランカスキャノード、アロカ1枚2万、アロカ2万の回覧会エカロカ3番、アロカ3番の回覧会エカロカ、イランカエカロカ、イランカはい3号競馬3号競馬、はい5号から参りました、3号車3000、はい3000、はい3000、2号2番2号2番2000、はい2000、2000、1890番、はい1890番、7号から13、はい1本ぐらい2000、はい18、はい1号、1号、1号で超えます、はい1号から3号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 、アロカ2000一杯と回覧か1500、アロカ回覧かエカアロカ回覧か組が一番早い1000円、はい赤いボースケどうぞ、アロカ10回の回覧か25、アロカ25の回覧か310万、2つマック101の4番、今度はフグちゃん行こう、アロカ4つある、アロカ4号の回覧会エカロ回覧会6000、アロカ6000の回覧会エカロ6000の回覧会エカロ回覧会、アロカ回覧会エカどうする、51アロカ310番の青山、はい1つアロカ残り5000、アロカ5000の回覧会エカ、アロカ新入カードカ2000、アロカ2000円カードカ1000、アロカ1000、アロカ1000、変な剣アロカ9番が9番が3倍、アワリカードカ1000、アロカ1000、アロカ1000、アロカ組み出しますルビの考え1倍、アワリカ1000、アロカ1100円アロカ1000、アロカ800円アロカ600円アロカ9番、600円アロカ90番が1倍、鈴木がアロカ1000、アロカ1000円1番、1000円アロカ9番1倍、新入カードカ1000、アドカ1000円丸、1000円がアドカ380、780が1倍、周りが1000、アドカ600円の件組み出し番が全組み出し番が2号、アドカ2500円がアドカ3000、アドカ3000円がアドカ3号、アドカ3号の回が9、3000円が1000がアドカ360、360がアドカ1倍、周りがアドカ3号、アドカ3000円が3号、アドカメジガイコドカロコ、アドカロセンドケンドカロタン、アドカロセンカドカゴパ、アドカゴパ、アドカゴパドカイカキョン、ゴセンアプケンドカキヨダカイバン、キヨダカイバンガドカイバン、メジガイコドカヨモ、アドカヨセンドケンドヨモ、アドカヨセンドケンモケイバン、ゴセンドケンモドカキヨダカイバン、キヨダカイ
がいものかにろ、あのかに千賀県があのか丸、二千賀県があのか三千賀十、三百九十八がいはい、千賀県があのかひょう、あのか千賀県があのかに三、あのかに千円があのか一、あのかに千円が千百県があのか丸だ、千百県があのか丸きのだ、丸きのまがはい、あのか五三、あのか五千円も丸だ、五千円ものか丸きのだ、丸きのまがはい、こちがいものかに三、あのかに千円があのか一、あのかと、あのか千賀県があのかあのかいさんなのかいさあのかいさまのかせいやけんなのきぼんせいやけんなのかきぼんはいせんのくるでやませいやませいがせんやませいがごはいなまこがひどこがあのかいじょうあのかせんのけんなのかいさんあのかせいやませいじゃんやませいがのぱいおうあのかにせんのけんなのかさんじゃんあのかさんぜんえんなのかきゅうにごさんぜんえんかのかきゅうじゅうはいはいだぎにとかんなのかさんごあのか三号のかえか三軒の決心三軒の県があのか三号五三号はひどい三百円とかが一応あのか八百円があのか三二名とかひどい三軒あのか三千円かあのか三号あのか三号四千あのか四千四号あのか四千の県があのか黒い四千の県があのか三百十三百十六千ひどい金がひどいあのか平根が1回があのか4号あのか予選の県があのか4番あのか42の前が予選あのか予選1かあのか3番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 3800県があのか3号もどかいといあわりかあのか3番あのか3号あのか3号3歳100条3300県があのか100条150がいといひらめが1番あのかひらめがあのか3番あのか2番あのか2号あのか2番あのか2100県が組む2100県があのか組む3歳1位メダカが3、アドカメダカが3000、アドカ3000円、アドカ2号、アドカ2号のカレーカ2、3、アドカ2、3が無駄、2300円がアドカ3、3、3、3、3、3、ミルガイが4、アドカミルガイがアドカ4000、アドカ4000円、カワリカアドカ4000、アドカマリカアドカ4000円、いいかいいか。周りかどかじゃ負けるな。歩きの馬が近い。周りかどか三九。かどか三五。かどか三五どかえか三三。かどか三千。かどか三千円かどか三万九。三千円かどか三万九が千。三万九かどか三倍。一来一度。かどか千。かどか三百円やめせんよ。三百一来一度。二回が千。四百円が九。四百円かどか三五一来。こっちが千。はい、こちらね。冷凍物のカニですね。カニ爪。今年はね、こういった冷凍物が少しね、気持ち少し安くなってます。魚市。横田さん。横田さん出荷ですか？これは。タラバ。おお、結構でかいね。ああ、いいんじゃない？このタラバとかズワイもね、少しだけ値が下がってますんでね。はい、結構去年よりは買いやすくなってるかな。はい、今日の荷物ですけどちょっとね少なめ今日でもね美味しそうなクジラが入ってますんでね。はい、ちょっと寂しいですけど今日は調整ですね。はい、また明日ねいいものがあればしっかり頑張ってみたいと思います。よし、最後にサーラゲットできました。あれ太いでしょ、めっちゃいいですよ。はい、よかったです。はい、競りはねまだ続いてるんですけど、私はこの辺で戻ってね注文の方に取り掛かっていきたいと思います。はい、火曜日の水揚げですけど、まあまあっていう感じでしたね。まあ昨日に比べるとねかなり、半分ぐらいかなっていう感じなんですけど、まあ昨日が多かったからね。まあ相場の方もね比較的ちょっと落ち着いてるような感じですかね。よっぽど少ないものに関してはそれなりの値はしてましたけど、まあカニとかはねまた別格ですけどね、別物ですけど、まあ全体的には、ね、なんか年末らしくないっていうのが今日の印象でしたかね。はい、ということでまあとりあえずはね、あ、天気はね今日ちょっとね今風があるんですよね。どうでしょう、出れるかな。昼間が少し風があるぐらいで、あとはね夕方
夕方ぐらいからは収まるんじゃないかなと思ってますけど、まあ、夕方から出るにはもう量が限られてしまいますんでね、どうでしょうかね明日の水揚げ。まあ最後までね、明日水曜ですけどもう休みがないんでね、出れれば出ると思います。はい、どうでしょう。はい、とりあえずはね、火曜日今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、火曜日の水揚げですけど、まあまあでしたね。まあ量差もね、全体的に見ても半分出れてるかなっていう感じだったんですけど、まあほとんど昼間は出てなかったのかな。上がってる2を見てもね、どの量のね、漁師さんが出たかっていうのはなんとなくわかりますんでね。まあまあ、それでもね、刺身もね、まあバッチリ買えましたんでね、良かったと思います。はい、ということでね、ちょっとクリスマスも過ぎてね、ここ2日ぐらいはちょっと落ち込むのかな。まあでもいいもん買いましたんでね、今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、ということなんですけど、まああと本当ね、もう年末まで秒読み体制みたいな感じになりましたけどね、あとわずかです。まあとりあえずはね、一日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、今日も作るよ。やれやれ。サブ。はい、お店到着です。今日も曇り空ですね。まあ朝はねちょっと冷え込んだんですけど、まあ、日中はさほどでもないって感じで、なかなかこの年末らしさっていうかね、微妙ですよね。はい、まあ、今日もしっかり作っていきましょう。おはよう。よっしゃ。はい、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、はい、今日は久しぶりにノドグロ入ってます。下関、はあ、この時期にどうしてもね、最後置きたかったんでね、入れてみました。高いです。やれやれ。はい、今日仕入れたクジラですね。流す油すのこっていうんかな。見てこれ、見てこれ、A5 ランク。すごいね、うまそう。本当に牛肉みたい、うまそう。はい、今日は本日はね、6つ入っております。すごい立派。よいしょ、サムネ。よし。鱗を優しく取りましょう。よし、早振り。しました。すっごい油、すっごい弾いてる。これじゃあ久しぶり見物入りました。はい、ともぐい。焼いたらどうなんかな。こんな感じでね、もいでいきますよ。
ね、おててがね、まかっただよ。こんな感じで前できますね。はい、完成しました。見物石餅です。ではね、今日もちょっとバタバタしてね、仕込みやらあるので、もう今日はこのまま終わりにしたいと思います。大して面白いことしなくてすいません。ではまた明日ね、お目にかかりましょう。体に気をつけてね、風邪ひかないように。おやすみなさいませ。お疲れ様。